縁屋氏は、日本の氏族。宇田源氏・佐々木支流で、大見源氏の分流出雲源氏の着流である。死祖は、縁屋三郎在門により安。家紋は、花は違い。大見源氏の着流、佐々木秀吉の伊豆諸行きが、上級三年六月に起きた、上級の乱で、武家方に味方して勝利した功により、出雲、沖二国の死後となり、出雲に下校した。 のりきよの孫、円屋よりやすが、出雲国新門軍、円屋号を本願として、円屋氏を称した。その居城は、大場城であったという。以後鎌倉時代を通じて、出雲守護職を務めた。鎌倉末期の元稿三年、円屋高狭の時、五代醐天皇の倒幕運動に参加、後本州家の当主、佐々木道与と共に、 足利高氏に寝返り、室町幕府が開かれると高貞田は、出雲、沖領国の守護職に任じられ、家門の流星を見た。だが、その後、広告2年、略王4年3月24日、高貞田は、京都を出奔し、高氏の弟である、足利忠義から、無本の疑いありとされ、桃井忠しね、山名時氏らによって討伐されて、縁屋氏の着流は没落した。しかし、 高笹田の弟縁屋事公は生き残り、子孫は出雲国防公衆として存続した。時綱の家系からは、代々足利将軍家の近寿衆となった一族も出ている。その他、同じ佐々木源氏の一族で、出雲守護職を与えられた京極氏や山梨などの悲観となり生き残った。京極政権によって、天骨ね久が追放された後に守護代に任じられた。 縁屋カモンスケもこの時綱の系統とみられる。この出雲国防公衆縁屋氏は、縁屋上件の時、一族の内向が生じて、天子常久の介入を受け、常久の三男、天子置久を養子として押し付けられる形で、天子氏に乗っ取られている。置久は、ご無本を起こして廃止し、息子、清久の第二は、天子姓に戻し、置久の孫にあたる、生定は、 加藤生を名乗ることとなり、縁屋氏は冒険のみが存続を許され、所領の大半は、常久次男の国久が継承した。田島国の縁屋氏は、高坂の甥い、縁屋通気義の四男、巣を守るの子、某を外する。田島縁屋氏は、山梨に仕え、各文献、古文書にも、縁屋天根坊主、縁屋左衛門の城、縁屋非前主、縁屋前野州大主、 縁や彦五郎などの名が参見する。戦国時代に登場する芦屋城主、縁や高清はその末裔である。羽衣石、南城記の説によると、宝器黒人の南城氏は、高貞の次男貞宗を子祖とする。ただ、これ以前の宝器には、南城仙園を名乗る有力な一族が存在したことが判明しており、確証がないことも事実である。ちなみに、 南上市自身は可能性を意識していたようである。ありがとうございます。